内村は幼少時代学芸会では毎回主役を演じ、書道コンクールで優秀賞を取っており、神童と呼ばれていた。高校時代自分で映画を作っていて、ジャッキー並みのアクションを演じていた。地元愛が強く、たびたび熊本の地元テレビへ出演していた。タバコが大好きで、20代の頃は1日90本タバコを吸うヘビースモーカーだった。現在は禁煙をしているが、現在の肺年齢は95歳。出された料理には文句を言わず、何でも美味しいと言っており、周囲から味音痴だと疑われている。酒屋の息子であるもののお酒が弱く、20歳代の頃は飲んでもビール1杯程度だった。番組で滑った後輩に対し怒ったりダメ出しをしないことから、優しさの鬼と言われている。